こんにちは、やさし音楽チャンネルのゆうじです。今回は Fmn7 のオープンコードをお届けしたいと思います。押さえ方はこんな感じです。とてもね、響きが綺麗なので、弾いてるとすごい心地いいと思います。押さえ方は親指で6弦を押さえてもいいですし、人差し指で6弦を押さえても大丈夫です。これは、その人のやりやすい方で大丈夫です。で、キーが A で、A アドナインですから、こう。こうやってつなげたりするとすごい使いやすいかなと思います。まあいろいろ使い方は、あるので、ちょっといろいろ試してほしいなと思います。この5弦をミュートしても、いいです。どちらでも。この5弦の音結構強いんで、この6弦のこっちの音とね、ちょっと混ざっちゃうような感じがする時もあるんですけど、そういう場合は5弦ミュートしちゃって大丈夫です。今回の Fmn7 のオープンコードいかがだったでしょうか。使いどころ結構あるので、皆さんぜひキーが A とか E とかでね、使ってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。ゆうじでした。バイバイ。こんにちは、やさし音楽噛んだ。